ローズオーラローズオーラは人工的に作られた宝石の一種。透明度がありランクも高い水晶に金、銀を蒸着して作られる。ピンクオーラとも呼ばれる。中にはローズクオーツに蒸気金属を蒸着したものもある。真空内において水晶を熱し、その後高温に熱しイオン化した金属の蒸気を点火する。 金属原子が水晶の表面に定着し、独特の金属光沢を水晶に与える。色合いは透明感のある赤から濃いピンクのような色である。そのため別名にピンクオーラというものがある。表面に現れる反射光は金色を呈し、コーティングクリスタル独特の光沢を有す。似たような色合いからゴールデンフラッシュカーネリアンと混同されやすいが、このカーネリアンは赤は 赤でもオレンジに近く、石の透明度は低く曇っている。また、ローズコーツに加工を施したものを、ローズオーラと呼ぶところもあるが、実際は、フラッシュローズコーツという。また、赤目ウに加工を施したものを、ピンクオーラとしているところもあるが、大きな間違いである。ローズオーラを用いた、ブレスレッドローズオーラは、アクアオーラ等に比べると流通量は多くないが、 宝石の中でも刺して高価ではなく、色の美しさから人気がある。ブレスレットなどの小さな送信具に用いるために、球状もしくはビーズ状に研磨されたものに加工を施しているものは少ないが最近は少しずつだが見られるようになってきた。現在はペンダントなどの大きな送信具に用いたり、ポイントとして用いるために、水晶全体をそのまま用いるものが多い。 またクラスターのものも見られる。ローズオーラもまた他のコーティングクリスタル同様にクリスタルヒーリングに用いられることもある。ありがとうございます。